念のために、こいつらから下がるとしよう。さっきの攻撃をしてくるとはいえ、何をしてくるかわからない。最低限、倒せなくとも、時間を稼ぐしかない。こいつらは肉体再生と脳再生を持ってはいるが、この一体の洞窟を溶かしたら、大洪水になってしまう。だったら一つしかない。こいつらをこの洞窟から追い出す。怪物ども、俺と鬼ごっこしようじゃないか。俺が逃げる役だ。お前らは鬼だ。俺を捕まえることができたら、俺を食ってもいいぞ。さあ、俺を捕まえることができるかな？アディオスだ、アミーゴ。巻いたか。しかし、スタミナも限界だな。怪物どもも、俺を追っているだろうしな。この道を通り過ぎた今、スピードですぐ止まらないはず。しばらく、ここで休憩しよう。そして、また奴らを探して、この洞窟から追い出さなければ。え？は？嘘だろ？どうやってここまで戻ってきた？かなり遠くに行ったから、すぐに戻ってこれないはず。まさか、別個体が、まだこの洞窟にいたというのか？いや待て、こんな怪物は、この星にはいなかったはずだ。全くだ、俺たちが負け組だなんてよ。絶望の城とかいう馬鹿げた城を作らされるとは。そういえば、幻想郷にはこんな噂があるぞ。え、どんな噂だい？幻想郷には、勇気、ジュローグモ、ヤマンバトウといった妖怪がたくさんいるそうだ。幻想郷のことをいっぱい調べたの？ああ、幻想郷には人間の姿をした妖怪がほとんどらしい。つまり、俺が何を言いたいのかわかるか？つまり、ハーレム天国だって言いたいの？そうだ。俺たちが妖怪や妖精の女をさらって、イチャイチャしてやるんだ。こら、話す暇があったらさっさと運べ。だってさ、さっさと運ぼうよ。幻想郷、正直、興味があるんだけど、実際に危険な場所だって知らないんだ。幻想入りしたら、最初に出会うのはルミアだってというオチが待っているのに。こいつは妖怪すら恐れないのか。ある意味、狂人というかメンタル強いというか。